みんな、こんにちはなのだ。今日は AI が発展して社会にどう影響するか、特に事故を起こした時の責任問題について話していくのだ。へえ、 AI って便利だけど、事故が起きた時の責任って一体誰が負うべきかって難しい話だわね。そうなのだ。例えば AI が事故を起こしたら誰に責任があるのかが問題になるのだ。そうね、まず考えられるのは開発者の責任だわね。もし AI のプログラムにミスがあったら、当然開発者が責任を取るべきだって意見があるんじゃないかしら。でも AI を使うユーザーにも責任があると思うのだ。間違った使い方をしたら、それも事故の原因になるかもしれないのだ。確かに AI を適切に管理するのはユーザーの役割だわね。それから製造者にも責任があるんじゃないかしら。製造過程で何か欠陥があったら、やっぱり製造者の責任になると思うわ。それじゃあ AI 自身に責任を負わせるっていう考え方はどうなのだ。ずいぶん面白い考え方をするわね。でも現時点では AI はただの道具だからね。 AI に責任を負わせるのは現実的じゃないっていう意見が多いんじゃないかしら。確かにそうなのだ。まだ AI は自分で考えて行動する存在じゃないから、やっぱり責任は人間側にあるってことなのだ。でもメタン、もし製造者が全部の責任を負わなきゃいけなかったら、生産意欲が下がっちゃうんじゃないのだ。確かにそこが重要なポイントだわね。製造者に全部の責任を押し付けたら、リスクが高すぎて技術開発が進まなくなるかもしれないわ。だから責任を分担する仕組みが必要だわね。なるほどなのだ。開発者、ユーザー、そして製造者で責任を分担するってことなのだ。それに加えて保険制度を導入して、事故が起こった時に保証ができるようにするのもいいかもしれないのだ。そうだわね。さらに政府や公共機関がリスクを分散するための支援を提供することも必要じゃないかしら。例えばAI 技術を使う企業に対してガイドラインを作ったり、補助金を出すことで技術の発展をサポートできるはずだわ。そうなのだ。リスクを恐れずに企業が新しい技術に挑戦できるようにサポートすることが大事なのだ。結論としては AI に全ての責任を負わせるのは現実的じゃないわ。だから開発者、ユーザー、製造者がそれぞれの役割に応じて責任を分担しながら、保険制度や政府の支援を活用して AI 技術を安全に発展させる必要があるということだわ。そうなのだ。未来世代に責任を持って AI と共存できる社会を作るために、みんなで協力していかないといけないのだ。それじゃあ今日はここまでだわ。 AI が社会にどんな影響を与えるか、みんなもぜひ考えてみてはどうかしら。じゃあ、あとは頼んだわよ。よろしくなのだ。